こんにちは、ベンジです。ポータルリローデッドの続きをやっていきます。ちょっとね、今チェンバー16、前回の続きでちょっと道歩いてきちゃったとこです。で、ここを今やってたら録画されてなくて一回ロードし直したんですけど、こっからになっちゃいました。なのでここはもうクリアできます。何があるかっていうと、ジャンプ台、懐かしのジャンプ台があって、ジャンプして、ジャンプして、こういう感じ。で、ここは、ポータルリローデッドのプロモにあったステージで、飛びながらね、ポータルいろいろ作り直しながら、こう行くっていう感じなんですけど、もうね、溶けちゃったんですよ。まあ、見せます。まず、こう行くと、こう、ここで未来に行って、で、また戻っちゃって、ここでもう堂々巡りするという。まあこういう感じなんですけど、ここね、最終的にはここを使わなきゃいけない。で、最終的にね、今やったのは、こっから飛んで、ここを飛んで、ここ入った。で、こっから来て、ここで未来に行った。なんですけど、最終的にはここに行かなきゃない。で、ここからこう行かなきゃないんで、飛びながらここにポータルを作んなきゃないですね。で、現在ではここは塞がれてて作れないから、未来ではこれがないんですよ。この邪魔者がね。なので、未来で飛びながらここに作る。で、どこに作るかっていうと、こう、最終的には、未来のこっからこう出てくる。で、ここ入る、ここから出てくる、で、バシューンで戻って、ここ入ったら青から出てくるんで、ここに青を作っとく。そうするといける。まあ、見た方が早いです。一発でいく。こう、未来に来て、で、オレンジから出てくる。で、ここに青を作る。こうすると、青から出てきて、登れる。いいですね。このテストコースの後半は下にあります。残念ながらエレベーターでは行けませんので、階段をご利用ください。ここまでやって、後半だとって言ったところで、録画されてないことに気づいたんです。まあ、10分くらいでは解けたかな。まあ、今、3分くらいかな。まあ、もう分かってたんで。はい。じゃあ行きましょう。後半戦。こっからは初見です。一回溶けたやつはね、溶けるね。でも、今までのやつはどうだろう。タイムポータル作れない。うわ !That works too. その方法でも構いません。そうだろうね。こんなことやっても意味ないよね。これ、どっかに作れるんでしょう。ああ、そこか。このまま落ちると、あ、待って、このまま落ちてみる。なんかさ、乗れるんだよ。はあ、なんか面白いことになってるね。そっちとかドアあるよ。開かない。本当はそっち行くんだったんだろう、ね。あ、ここに作れる。作れるけど、こっちはどうする。とりあえずここ落ちてくる。扉。扉は入れない。ああ、いけるいける、全然いけるんだ。なんか面白いもんがあるわけではないのか。下、いや、ここなんじゃない、行くべきとこは。あ、そこだよ。はい、よし。こういうステージを進む方がね、私好きなんですよ。ポータルらしくて。タイムトラベルテスティングトラック。
そっち行けっつってんだな。こっち行けって言ってるから、そっち行かずにこっち行ってみようか。あ、あ、終わり。つまんねえの。じゃあ行こう。なんか今までとちょっと違うよね。ここで何かがおかしいことにお気づきでしょう。この施設の崩壊は完全に意図的なものだと言ったのを覚えていますか？実はあれは嘘なんです。まあそうだろうな。Turns out that was a lie.ここにはもっと重大な意味があるんです。あなたのテストはこれまでに行われた中で最も重要なテストかもしれません。とりあえず気を取り直して続けてみましょう。え、面白くなってきましたか？こういうのとかね。こうね。よし、コントロールルーム。いやー面白くなってきたな。こっからですね、ポータルリローデッドは。お、椅子とか持てる。あ、こういう扉はね開くんですよ。いやーいいねいいね。もう無駄にこういうことしちゃう。そっちがオブザーベーションルーム。お、ここ開くよ。あ、これさ、いや、なんでもないっす。こっちが気になる。ここら辺にスタッフがいて、いろいろやってたんだね。こことかポータル作れたりするんだ。無理か。あ、ポータル1のエンディングみたいな感じ。面白いぜ。じゃあ行くか。オブザーベーションルーム。ここさっき開かなかったと思う。扉を全部調べていきたいけど。あ、さっき違う、前回か、前回あたりのテストのチェンバーじゃないここ。え、ちょっと待って、行くとこないけど。こっちじゃないってこと？椅子邪魔。あれ？扉全部調べたよね。いじるか。ポータル作れるとこないもんね。まあこういうとこは作れるけどさ、意味ないよね。こっちじゃねえのか。ここ入れるのもなんかあるかも。え、ちょっとあのオペレーターどうした？おい、なんかアドバイスしてくんねえかな。あ、わかった。え、タイムポータル作れないわ。タイムポータルを作る力場のあれがないからね。あれ？割れてる？え、さっきから割れてた？あ、ごめん、見落としてた。こっちはいけないでしょ。テストチェンバーに戻ったよ。これ後半ね。え、でもさ、タイムポータル作れる？
ああ、そっから作れる。じゃあ、ここで。あ、戻ってきたね。え、結局やらされんのか、後半戦。なんだよ。あ、汚い水がある。これ、途中でこう、捕まえていく？もしかして。時間制限で出てくるスイッチが。うわ、やべ。あ、これ上だ。こういう感じで最後行くんだろうな。あのキューブを持ったままね。タイムはあそこでしかできないんだ。ちょっと待って、スイッチあそこかよ。これはあっち。あ、やば。こっち飛んで、こういうことか。ここでスイッチ押していくのか。あれ、押せてないか。押せた。よっしゃー。そういうことだ。現在で撮ったから未来でもあるんでしょう。あるね。これはとりあえず持っていこう。持っていけるよね。うん、とりあえず持ってきた。で、これはもう使わねえだろうな。使わないね。じゃあバシューン行ってオレンジ青で出てきた時にオレンジやればいいのかな。そんな簡単？あれ、あー、触っちゃった。くそが。え、でもこれ持っていけないよね。そんな超反応させられる。ああ、これでとりあえずあっちには行けると思うんだ。え、なんでこんなずれてんの。あ、死んだ。下からか。で、まずあれを持ってくるか。よいしょ。これをどうするかだよな。これはただ飛ぶだけ。これこいつか？こいつを飛ばしといて、飛んでから持てっつってんじゃない？これ。うん、すごいよね。この状態って未来いたらどうなる？あるね。あるある。なんか妙にカクカクしてるけど。で、次は、なんだ、どうした？あ、飛べないか。いや、いいんだよ、これで。これでいいんだよ。え、でもさ、時間ポータル出せないんだよね。これで、未来だったらあっちにこれを持ち運べるんだけど、現在だとさ、そこどうしようもないんだよ。あれがあるから。
時間ポータル作れないんだな。あ、これ遊んでるだけ。おお、ループする。これさ、これでいいんじゃないの。ああ、ずれてる。で、持ってこなきゃいけないもんね。時間ポータルここだったら作れんの。ダメか。これで開くんでしょ。どうやって持ってくる。よいしょ。ダメだ。ここも作れる。ん？なんか意味ある？ないね。作れる。なるほどね。これに気づけたのはでかいね。わかります？この力場をここ通って出るから使えなくなるんですよ。通って使えるようになって出て使えなくなる。今そっちから出てきたから使えるんだ。こっちでまだ踊ってるね。じゃあよ、じゃあよ、わかったよ。こうして、こうして、こうでしょ。うん、いける。いきます。あとはタイミング。よっしゃ。よくねえ。ガシッといっちゃったらダメなんだな。でもこれで正解だよ。いけるいける。今の、プレイヤースキルの問題だ。よし、ああ、持てない。これ、力場入っちゃったらまた使えなくなるから。あとはタイミングだけの問題。じゃあ、実験的にね、下の時に行く。はい、下。ああ、くそ、くそが。下のタイミングで行ってみるよ。それがダメだったら上のタイミングで行くから。これが実験ですよ。あー、OK。じゃあ上のタイミングで行く。こうして、はい。あー、バカ。お前はちゃんとまっすぐ行かなきゃね。よし、面白くなってきましたね。あー、ちょっと遅かった。あー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 、死ぬ、死なない。合ってんだけど、あとはプレイヤースキルの問題ね。ここ、いやー、そこ失敗したらどうしようもないんだよ。よいしょ。まっすぐ入りたい。バシーン聞こえたら。よし。あー、おっそ。バシン聞こえてすぐはダメ。バシン聞こえてもうちょっとしてから行く。この飛んでる時に、この未来音鳴るのいいっすよね。ピコ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 。ゼビウスみたいな音。あら、タイミング合わねえ。
わかりますかね、ゼビウス。ファミコンのゲーム。ここ。タイミングなんで合わない？じゃあ、バッシュに聞こえる直前くらいですか？目視とちょっと違うな。ここ。おっしゃ！ナイスパス！ Well done.お見事です。次のチェンバーへの通路は存在しないようですから、空中信頼性プレートの力に頼ってみてください。なんだと？じゃあ次のチェンバーまで行きましょうかね。ここが一番面白いからな。それジャンプでそこまで届かないでしょう。届くのかな。行ってみっか。よいしょ。あ、いける。うわ、間なんかあったよ。次のチェンバーではあなたの観察力が試されます。まず周りをよく見てから何をどのような順番で行うか決めてください。順番が関係すると。あのドア開くじゃん。これは開くタイプのドアだよ。これもそうか。いや、ただの飾りかも。いや、さっき途中気になったけどな。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。次回チェンバー18やっていきます。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。